なんかヤクルトの、ヤクルトじゃない、広島の、矢野、内野手、多分セカンドを守ってる、選手なんですけど、その選手は、今後、レギュラー、広島のレギュラーは取って、かつ、日本を、代表するような内野手になるっていうふうに僕は予想していて、で、今ちょっと現状わかんないんですけど、ダゾーンで2月23日ぐらいの、ヤクルトスワローズ戦かなんかの、あれ、ヤクルトだっけな。まあいいや、ジャイアンツ戦の、オープン戦で、先発です。ちょっと待って、2月23日あたりの、ジャイアンツとの交流戦で、オープン戦で、2打席目、3打席目、初めて見たんですよ。で、それ以外、去年以前の成績と一切見ないで、その2打席だけ見たんですよね。で、まず小柄な選手で、よくいる、そんな、よくいる、パッとしない選手なのかなと思ったら、ですね、左バッターの、あ、じゃ左ピッチャーの変則のピッチャーいるんですけど、巨人に。で、そいつから、こんな、トルネードみたいな、左のトルネードみたいな、ソフトバンクの島袋みたいな感じでいるんですけど、で、そいつから、左の変則の横手投げの、左バッターから打ちにくい、左バッターからしたら打ちにくい、そのピッチャーを、左肩を開かずに、ぐっとこらえて、真ん中やや内側、インコース気味の、ちょっと高さはそんな厳しくなかったんですけど、厳しめのところを、体開かずに、ライト線に二塁打打ったんですよ。で、これ見て、あ、これめちゃくちゃいいなっていうふうに思って、で、もう一打席見たんですよね。で、次の、そう、で、その二塁打もかなり技ありだったんですけど、これはすごいなって思ったのが、その次の打席、7回ぐらい回ってきて、これまたそのピッジャイアンツピッチャーはまた左のめちゃくちゃ変則なピッチャーがいて、そっちの方が、結構活躍するような左ピッチャー、実績多分ある、あんま知らないんですけど、でそっちの方が難しい。で、それもさら左のサイドのめちゃくちゃ変則的な投げ方するピッチャーなんですけど、巨人結構いるんですよね。で、そいつから、2、3まで持ってったんですよね。2、3まで持ってって、2、3から、インコースの低めの球を、左バッターなんですけど、3塁側のベンチ方面に、やや横側にカットしたんですよ。だベンチと、サードコーチャーのやや中間ぐらいの方にカットしたそのファールボールを見て、あ、これはヒットが打てる打者特有の間っていうか、タイミング、 その引き込み方ができてて、でかつそのファールの質を見た時に、典型的にその質のいいファールだったんですよね。その質のいいファールって、好打者じゃないと、その状態の良さとバットコントロールの技術がないと、その質の高い、ファールっていうのはできないんですよ。で、質の高いファールっていうのはどういうことかっていうと、なんていうんですかね、ファールで逃げてるんですけど、でもそのバットにかすらせてるっていうよりは、割とこう
カットしてるんだけど、ちゃんとこう芯にちゃんと当たってるような状態で、こう、なんていうんですかね、カッてこう、かすらせるっていうよりは、しっかりこう、見れてて、バットコントロールで、バットの真ん中にちゃんと乗せられてる。で、ファール逃れてる。だ要はその、たまたま、振ったら、当たんなくてかすって、ファールになったっていう質じゃなくて、ちゃんとボールを見れて、自分のその、ままで引き込んで、ちゃんと見れて、そこから、逃げるっていう、ファールで逃げるっていうのを意図したカットの仕方、これがその質の高いファールっていうことなんですけど、それができたのを見て、あ、これめっちゃいいバッターだなっていうふうに思って、で最後、2-3 からまたインコースのめちゃくちゃ際どいボールをしっかり見てフォアボール選んだんですけど、でそのまあジャイアンツのそのピッチャーもすごい多分めちゃくちゃ活躍するような感じのピッチャーだったんですけど、まあその結構難しい、しかも左対左でさらに変則っていう相当難しいピッチャーから、左打者からしたらから、そういうこう内容の高い、特にそのファーボールで出た打席です、それはすごい、内容がめちゃくちゃ高いなっていうふうに思って、まあちょっと調べたんですけど、まあ内野手でまあ足速いんですよね、足速くて、っていう感じなんで、で今現状広島、多分なんだっけあれ、菊池内野手、セカンドの菊池選手がいるから、まあまだちょっと出られないのかもしれないんですけど、まあメジャーに挑戦するとかそういうのもあったら、まあそこの席が空いたら活躍するんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあもしね、菊池が残留するとかでそこが出られなかったら、まあもったいないから他の球団に行った方がいいかなっていうふうに思うんですけど、すごいその足も速くて、まあ守備も多分良さそうな感じで、小技も効きそうな感じで、何でもできる感じ、まあバッティングもまあ3割乗せられるバッターで、出塁率も高い、よく見れる、すごい、だからまあかなりいい選手だなっていうふうに思ったんで、矢野選手ですね、左バッターの、はい、ちなみにカープのファンではありません。